占拠する本当の理由、ウクライナのザポロジエ原発をめぐり松野官房長官が国際原子力機関 IAEA の取り組みを後押ししたいと述べ、ロシア軍が占拠し攻撃が続いているウクライナ南部ザポロジエ原子力発電所の原子炉から約100メートルで廃棄物の管理や水処理などを担う特別な建物が被弾した。国際原子力機関 IAEA は声明で、原発で安全を保つシステムが稼働しており、放射線量の増加や水素の排出に影響はないとしている。こうした中、 IAEA のグロッシ事務局長が8月29日、ザポロジエ原発の試験団を率いて今向かっているとツイッターで明らかにした。現地での活動は今週末に実施する方針。このような動きについて松野官房長官は29日の記者会見の中で、取り組みを後押ししたいと述べた。我が国はウクライナにおける原子力施設の安全等の確保に向けた IAEA の継続的かつ不断の努力を評価しており、引き続き G7 各国と緊密に連携しつつ IAEA の取り組みを後押ししていきたいと考えております。IAEA の調査団をどのように入れるのかで揉めていましたが、なんとか動き出したというところです。本当に危機的な状況だと思います。我々は福島の原発事故を経験していますが、分かっているのは電源がない時の恐ろしさですよね。周りには送電線がありますが、そこが被弾して電気が送られなくなった時に何が起こるのかということです。原子炉は動かす人が命。これから冬になり電力が足りなくなるというところも人質にするロシア。またあまり報道などでは言われていませんが、実は原子炉は動かす人が命なのです。その方々が負傷したり亡くなったりしているという報道があります。ローテーションを行いながら緊密な計画の下で原子炉は動いているものなので、人員を欠くということの恐ろしさについてロシアは一体何を考えているのだという気がします。ザポロジエ原発は欧州で最も大きい原発で、総出力は600万キロワットになります。もし冷却装置などに不具合があれば一気に大事故になり、欧州にも被害が出かねない。ロシアは2つの意味で原発を人質にしているのです。一つは事故になるかもしれないということと、もう一つは電力です。これから冬になり欧州ではだんだんと電力が足りなくなってくるという状況になっています。電力不足を人質にしているのです。二重の意味で深刻な問題がありますから、国際社会として団結し、このようなことはやってはいけないというメッセージを出す必要があると思います。原発を軍事利用するロシア、戦争中でも原発は管理して運用しなくてはいけないという約束を国際社会の中で守っていかなければならない。原子炉の周りでは蒸気の力でタービンを回して発電しています。ロシアはそのタービン建屋のようなところに武器を隠しているようです。そうすれば攻撃されないではないですか。ウクライナがいくら武器に向けて攻撃しようと思っても、そこに隠してしまえば攻撃されない。最大の隠し場所として扱っているのです。原発というものを場合によっては核爆弾に準ずる兵器として利用したり、格納庫として使っている。これは軍事利用です。国際社会の中で戦争中であったとしても、原発はきちんと管理運用しなければいけないという約束事を守る必要があると思います。ヨーロッパがウクライナに軟化を促す契機になる狙いも。ウクライナとロシアの双方が向こうから攻撃してきたのだと言っています。一部日本の国会議員の方でも、ウクライナの持ち物なのだから占拠しているところを攻撃することはありえないだろう
というような内容を書く人もいます。しかしロシアはそういう常識が通用するような国ではありませんよね。そもそもロシアが攻めてきているわけですので、どちらが占拠していてどちらが悪いのかという話ではないのです。ロシアの侵略行為が問題なのです。ロシア側は原子炉の屋根に穴が開いているというようなことを言っていますが、これまでの状況を見ているとロシアは自作自演のようなことをやっている可能性が高いと思います。偽旗の可能性がものすごく高いですし、エネルギーを抑えることによって戦争を有利に持ち込もうという動きは強いです。今回も冬という季節を意識していて、冬に電力がないという状況がどれだけ過酷か分かっているので、そこを人質に取っている。またヨーロッパにも本来は電力が連携して提供されるのですが、それをすべて断ち切ることによりウクライナを動揺させる、つまりヨーロッパがウクライナに軟化を促すための契機にしようという動きが強いです。節目を迎えているロシアとウクライナの戦い、ヨーロッパのウクライナ疲れを助長し長期戦に舵を切るロシア、天然ガスの話もそうですが、ロシアはヨーロッパに圧力をかけています。ドイツやフランスはどちらかというとそちら側になびいてきてしまっているのかなとも思えます。和平を促すというような方向になっています。ウクライナ疲れをわざと助長するような動きにも取れますし、ロシアとしては長期戦に舵を切ってきています。どちらが値を上げるかという持久戦に移行しつつあり、今が欧米や日本にとってみれば正念場です。日本にもエネルギーで攻撃するロシア、原発再稼働の問題に向き合わなければならない。エネルギーの話で言うと、日本にもエネルギーで攻撃してきているのです。サハリン2の話もありますし、国際的にエネルギー不足になるからということで、我が国が天然ガスを最も輸入しているオーストラリアの方でも輸出規制をかけざるを得ない状況になってきています。そうなると我々は原発再稼働の問題を真剣に考えざるを得ない状況になってきます。これは物価高にも影響しています。物価高対策でもあるし、貿易赤字が燃料の購入によって生じているので、それを解消すると円安対策にもなります。やはり原発の問題に向き合わなくてはならない。ただ再稼働の問題については安全性が一番ですので、福島原発のような沸騰水型のものについてはまだ一機も動いていません。避難計画について自治体の理解を促進させるための政策をもう一本打たないと再稼働は難しい。それをどうするのかという問題と避難の問題もあります。避難の問題についての信憑性が原子力規制委員会によってチェックされていないのです。原子力規制委員会は原子力の技術だけを見ていて、避難の話はアウトオブミッションだと言っています。各自治体にお任せするというような、ここは国がきちんと前に出て避難計画の認証、これで大丈夫だというお墨付きを与える、そのような仕組みを一刻も早く作らないと自治体と電力事業者だけで向き合っていてはダメだと思います。特に東海第二原発については周りの人たちを合わせると避難対象は100万人に上るのではないかということも言われています。まさにその通りです。避難計画についての自治体の理解を促進させるためにも政策をもう一本打たないと再稼働は難しいと思います。